海言うたら僕も、うん、僕はあの地元和歌山なんですよ、うん、地元和歌山って白良浜っていうね、うん、あの白浜には海がありまして綺麗なとこね、まあ、毎年学生の時なんかもう夏とかもそこで海で泳ぎに行くんですけど、うん、一回すごい経験をしまして海で、うん、あの僕ね、うん、浮き輪でこうあの海でこうプカプカ浮いてたんですよ、うん、え浮き輪で浮いてたんですか浮き輪で浮いてたよお、うん、まあええけどもえおかしい いやいやあんまりね男の子がね浮き輪でプカプカ浮くもんではないな違うやんもうだから泳ぎ疲れて、うん、何やこうリラックスしようって浮き輪に乗ってこうプカプカ浮いてたよほんで浮き輪のちょうど目の前に、うん、カツラがポンって乗ったのおお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 もうってやった時に、うん、サバサバってなったから、うん、なんだこれあ怖いな海でワカメちゃうぞってなって海でそんなもん触ったら怖いよ怖いよ怖いよ人の頭触ったから思ったぐらいの、うん、うわっカツラやんけ思ってうわカツラカツラどうしようこれ誰のや思ってたら、うん、周り見渡したら後ろの方でツルツルの頭ツルツルのおっさんがこうやってんねん海の中でなそいつねそいつねこれなってて、うん、うわ絶対こいつねやんけ思って、うん、で俺そいつに気づくように、うん、その人の方にこうパーってカツラ流して、うん、沖に上がって、うん、で見てたんよ沖に上がったあ沖やあの陸浜に上がってね、うんうんうん、見てたんよ、うんうん、見てたら、うん、そのおっさんが、うん、自分のカツラを見つけたんよおうおうおうってなってほんでそのおっさんのカツラの取り方がすごかったんよズボって潜ったんよ俺どこ行ったのおっさん、うん、ズボって潜ってんのちょうどカツラまでドーンスポーンはまってスーッと泳いでる奇跡やなあのおっさん思っていや